これはまた立派な聖堂ですね。この村の方々はよほどの強い信仰を持っておられたのですね。そうでなければこんな山奥にこれほどの大伽藍は作れないでしょう。同じ神に仕えるものとして誇りに思います。ご案内ありがとうございました。明日改めてこの村の方々にご挨拶する予定ですが、完成した聖堂というのを一度見ておきたくて。ところで宿屋はどちらになるのでしょう。あ、あちらですね。ありがとうございます。え、宿までご案内いただけるのですか。ご親切にありがとうございます。では向かいましょうか。お越しで。お世話になります。しかし新しくて綺麗な旅館。いや、ようこそお越しで。いや、もう久々のお客さんで嬉しくって嬉しくって。はあ、うちの村は今村おこし中なんだけど、まんだお客さんが全然来ねえんだわ。ああ、こちらがお客さんの部屋になるんで。ありがとうございます。明日は日の出すぐおこしに行きますんで、ゆっくりお休みください。なんだか勢いのある人でしたね。あ、あなたもこの宿で暮らしておられるのですか。あちらの方の部屋なのですね。なるほど。それではまた明日。おやすみなさい。どうしたん？今この部屋に誰か人が。人？何かの見間違いじゃねえか？確かにいたんです。まあ長旅で疲れとるんじゃろ。ゆっくりお休みなさいな。気持ちのいい朝ですね。でも昨晩の人は誰だったんでしょう。気になって朝食が進みませんでした。結構。でも村にはいろいろな名産品があるとか楽しみですね。とにかくまずは聖堂へ向かいましょうか。
にちは。お手紙をいただいた立花ハモモルですが。おお、ようこそおいでいただきました。私があなたを招待したダイウス・ジュアンです。彼はこの村の村長の息子で村のまとめ役なんですよ。私はこの村の神父で、岡田クロスと申します。よろしくお願いします。それにしても素晴らしい聖堂ですね。この村の皆さんの深い信仰心を感じます。ありがとうございます。見事なものでしょう。これが村おこしの目玉なのです。はい。このダイウス村を日本には珍しいキリシタン村として売り出すのです。ただこうして立派な聖堂はできましたが、観光にはその土地の歴史、伝説の類がつきものですな。聞けば立花さんはこの地方のキリスト教の歴史を調べているらしいですな。そこであなたにこの村の郷土史をまとめてほしいのです。ジュアン、もう少し丁寧にお願いした方が。はあ、ガイドブックのようなものを作りたいということですか？おお、ガイドブックとは聞き慣れない言葉だが。観光案内書です。その土地の名所、名物を紹介するものですが、歴史や伝説などが書かれていることも多いですね。それは興味深いですな。今度詳しく聞かせてください。だがクロス、私は村の寄り合いがある。お前がマリア像をご案内してくれ。では。強引なやつですいませんね。はあ、少しびっくりしましたが、興味深いお話なので喜んでお引き受けいたします。ありがとうございます。ではマリア像の祠に向かいましょうか。聖堂ができるまではここがこの村の信仰の中心でした。荘厳な雰囲気ですね。村人たちは自分の罪をこのマリア像に告解していたそうです。なるほど、皆さんの心の支えだったのですね。何か赤い印と文字が書かれていますね。サングイスクルイス、ラテン語で鶴の血という意味でしょうか。え？
それは知りませんでした。誰かのいたずら書きですかね。そういえば、用事を思い出したので、ここで失礼したいのですが。これからどうします？誰か別の者を呼びましょうか。こちらの方に村を案内していただけるのでは？うん。ああ、わかりました。それではよろしくお願いしますね。では、行きましょうか。この村の昔話？そうや、やっぱり聖人様のお話ね。みんな、子供の頃から聞いてるから。この村で知らない人はいないわ。なるほど。この村の信仰の中心なのですね。あの聖堂も、聖人様の偉業を称えるために作られたのよ。いつかまたこの村に奇跡が起こることを祈るための場所ね。ね、あなたも聖人様を応援しない？聖人うちわをみんなで作るの。うちわですか？また今度機会があれば。これはすごい。たくさんの本がありますね。こちらは神学の本。あちらは小説や辞典でしょうか。しかし、この村独自の歴史、信仰を伝えるものはないようですね。残念ですが、他のところへ行きましょう。あ、すみません。起こしてしまいましたね。おお、見ない顔じゃな。外から来られたか。はい、この村の郷土史を作りに来ました。おお、そうかそうか。それではまず、これを食いなされ。え、いいんですか？それは聖人まんじゅうといってな、その昔この村に。え、もう食べたのか。仕方ない、もう一個やろう。この村が昔飢饉に陥った時、たまたま外からあるお客が来てな。その方がこの村を助けてくれたので、村の聖人となった。え、また？もうないんじゃ、ごめんな。いえいえ、大変美味しかったです。そうか。村おこしのために聖人様のまんじゅうを作ったのじゃ。他にも聖人うどんや聖人鍋があるぞ。ぜひ食っていきなされ。名前はともかく美味しそうですね。
まあ、ゆっくりしていきなされ。とても眺めのいい場所ですね。そうだろう。俺はここから村を見るのが好きでね。よくここに来るのですか？暇があればここにいるね。うん。では、宿屋の方で赤い服を着た女の子を見ませんでしたか？赤い服？ああ、客人のお嬢様のことか。お嬢様？数日前に来た旅の人なんだが、えらくおしとやかな人でね。村人は皆感心して、お嬢様って呼んどるよ。昨日の人とは別かな。とにかく、他にも外の人がいるのですね。会ってみたいです。あれ？ここは…すみません。何をしているのでしょう。あれ、見てわからんかね。ここは墓場だろ。で、俺たちは村おこし中だろ。あ、やっぱりここはお墓なんですね。肝試しのイベントとか。なんでそんな神器臭いこと。俺たちがここでやんのは歌劇だよ。村に来た人たちに俺たち墓場歌劇団の劇を見てもらうんだ。歌劇？そうそう、ここら辺は眺めもいいし静かだろ。俺たち歌を練習してんだ。練習してんだ。はあ、しかしなんというか大胆な試みですね。成人に歌えばって歌劇をやんだ。公演が決まったらぜひ来てくれよな。来てくれよな。まあ新手の盆踊りみたいなものかもしれませんね。到着。お、何をしているんですか。汽車ごっこだよ。お姉ちゃんもする？いいですね。あ、遊びに来たのではないのです。お姉ちゃん、見ない顔だね。外から来たの？はい、村おこしのためにこの村のお話を集めています。すごい、僕、村おこしすっごく楽しみなんだ。ねえお姉ちゃん、都会の話を聞かせて。汽車には乗ったことある？もちろんありますよ。とても速いですが、意外と室内も煙たくて。そうなんだ。そりゃ石炭で走る蒸気機関車ですからね。でもあなたはまだ若いし、いつか自分で乗って確かめるといいですね。
どうしました？僕、生まれつき体が弱いから、村の外に出るなって言われてて。でも、村おこしすると外の人がいっぱい来るし、村も賑わうでしょ？だから僕、すっごく楽しみなんだ。そうだったんですね。うん、わかりました。絶対に村おこしを成功させましょう。私も微力ながらお手伝いします。ところで、成人の方はどのようにして村を助けたのですか？飢饉の村で食べ物をどこからか大量に用意したそうじゃ。え？どうやって？わからん。だから奇跡なのじゃ。成人様が一声あげると、肉が無限に湧き出したらしい。そんな液体みたいに。聖書のパンや魚を増やした話が影響しているのでしょうか。それにあやかって、聖人まんじゅうや聖人うどんを作っているわけだな。もう、肉関係なくなってますね。向こうの方に共用の台所があって、そこでいろいろ料理を試作しとるよ。今日は食材の準備中とか言ってたから、明日にでも行ってみな。わあ、素敵ですね。また行ってみます。いやー、温泉まであるなんて、至れり尽くせりです。早速入ってみましょう。成人温泉近日開場？ぐーん。とほほ。そのお茶開くのを待ちましょうか。夜に来ると、ちょっと怖いですね。何かお探しですか？うわっ！いや、その、宿で読む本をお借りしようと思って。あら、本がお好きですのね。お仲間がいて嬉しいわ。はい。そういえば、少しお聞きしたいのですが、この村の歴史や信仰に関する本って、ここにはないのでしょうか？あら、残念だけど、そういうのはないわね。この村はキリシタンの村だって聞いたかしら？よくご存知でしょうけど、江戸時代、キリシタンは迫害されていたの。そんな時代、信仰の証拠が役人に見つかったらどうなると思う？村人全員、こ、よ。そんなわけで、紙に残された記録はないの。なるほど。貴重な情報をありがとうございました。では、今日はこの辺で。はあ、今日はこんなところでしょうか。しかし紙の記録がないとは、もっともキリシタンにはよくあることですが。今日は成人の話をたくさん伺ったので、明日は違う話も聞きたいですね。
それでは、明日もご案内をお願いします。おやすみなさい。